皆さんこんにちは。毎日忙しく過ごされていると思いますが、体調を崩したりしていないでしょうか。冷たい風が止んで花が咲き出すと、恋をしたい気持ちも強くなってきますよね。好きな人とお散歩したり、お茶を飲んだり、夏に向けてお出かけの計画を立てたりするのって本当に楽しい。でも肝心の相手がまだいない。そんな人は今日もゆるうりチャンネルで女心について勉強していきましょう。今回お話しする内容は、女性が好きになり始めた男性についついやってしまうことについてです。ここで紹介するようなサインを出してくる女性がもしあなたの周りにいるなら、脈ありの可能性大ですよ。せっかくのチャンスを逃さないためにも、ぜひ慎重に観察してみてくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、自分から LINE をする。そして長続きさせる。皆さん、好きな人ができると一生懸命 LINE を送ると思います。相手のことをたくさん知りたいし、盛り上がるネタを探したい。何よりつながっていたいですもんね。でも、あなたに興味が湧いていない女性は、なかなか自分から LINE を送ってきてくれません。もしあなたに興味を持ってくれているのなら、女性は自分から率先して LINE を送ってくるはずなのです。質問が多くなるし、あなたからの返信を楽しみにするようになるから、女性の方から LINE を送ってくれるようになると、それが脈ありになってきたサインと言えるんですね。また、LINE が続くようになるというのもサインの一つです。あなたに興味を持っていない女性なら、あなたへの返信自体が面倒ですぐに送ってこなくなるでしょう。また、自分から話題を膨らませないので、結果的に続かないのです。でも、もしあなたに興味を持っている女性は、あなたの言葉にしっかり反応して話題を広げ、きちんと毎回返してくれます。だから LINE が気持ちいいくらい続くんですよ。日をまたいでもやり取りが続くし、こちらがスタンプだけで返してもさらに話題を振ってくるような女性がいるなら、脈あり度はかなり高いので、積極的に食事に誘ってみましょう。2、あなたの恋愛観に興味を持つ。あなたのことを友達だと思っている女性は、たとえ恋愛の話題を出したとしても自分の話しかしないでしょう。あなたの恋愛観に興味を持たないのです。それに、あなたと私がもし恋愛関係になったらという言い方もしてきません。女性がもしという表現で自分たちの未来の恋愛について語ってきたり、あなたの恋愛の理想について深く聞いてくるなら、それはあなたに恋愛的な興味を持っている証拠になるんですね。ただ、もし、どんな人と付き合いたいの?と女性に聞かれて、静かな人と答えたときに、私じゃないね、明らかに、という感じで、自身を否定してくるなら、それは脈なしなのです。あなたがわざと相手の女性に寄せて、一緒にいて楽な人、などと言った場合でも、私は一緒にいてドキドキする人じゃなきゃ嫌、などと言ってくるなら、それも脈なし。恋愛の話題を出してくることで脈ありかもと想定できても、よくよく聞いていると脈なしを伝える作戦だったりもするので要注意です。3、よく褒める。女性は気になっている男性のことをよく褒めます。そもそも女性が男性を褒める理由は2つあって、1つ目は男性が純粋にかっこいいから褒めるっていうパターンと、惚れてしまった自分を納得させるために褒めるというパターンがあるんです。前者であれば褒められる部分は最初から見えているから、そのまま褒めているんです。そして後者であれば、女性が惚れた男性の素敵な部分をたくさん見つけたい、むしろ見つけなければと考えて動くようになった結果の褒めなんですよね。つまり、自分が惚れた男なのだから、いい男であってほしいっていう期待を満たすための行動とも言えます。
いいところが見つからなくて、期待しすぎたなとか、私この人のどこに魅力を感じたんだっけなんて思ってしまうと、恋する気持ちも停滞します。そして女性はあなたのことをどんどん褒めなくなるのです。女性がずっと褒めてくれるのなら、好きな気持ちは強いまま。安心してくださいよ。前に聞いたことも覚えているから話が盛り上がる。会うたびに話が盛り上がるのって気が合う証拠なんじゃないかなって思いますよね。気が合うっていう表現も間違ってはいないのですが、お互いに興味を強く持っているからこそ話が盛り上がるんだと思うんです。もし一方が興味がなかったら、前の話を引っ張り出してきても、ごめん覚えてないと言われてしまい、いつも話している上司に関する新しい話題を出したとしても、その人誰だっけと言われてしまいます。話す方も楽しくないし、聞いている方も明らかに興味がない。これでは盛り上がるはずがないんですね。女性がもし毎回あなたの話をしっかり覚えていてくれて、前の話やおなじみの上司の話をしたときに、うんうん、その後どうなったのと食いついてきてくれるなら、確実に会話は盛り上がります。あなた自身も女性にそういう態度をとっていて、なおかつ女性側にもそういう態度が見られるなら、あなたたちはもう相思相愛の関係になり始めているのですよ。5. 見た目を気にするようになり、あなたの評価を気にする。女性があなたを恋愛対象として見始めたら、女性は自分の見た目を気にするようになるでしょう。メイクに時間をかけるようになるし、ファッションもあなたの好みに寄せてくるようになります。一緒にいるときに髪が乱れていないか気にしたり、唇がカサカサになっていないか、マスクでメイクが崩れていないかをこまめに気にかけるようになるんです。ただこれはもともと見た目を気にしていなかった女性に限った話です。最初から身だしなみやおしゃれにこだわりがあり、整えている女性であれば、明らかに変化が見られるということはないと思います。今までよりも一緒にいるときに見た目を気にするようになったとか、いちいちあなたに評価を求めてくるようになったという場合には、脈ありだと断定できると思いますね。6. あなたの周りの人間に関心を持つ。女性があなたに恋愛感情を抱くようになると、あなたの周りにいる女友達が気になるようになるんです。あの人とはどんな関係？まさかあの中に元カノが？という感じに気になるから、女性があなたに、あの子誰？とか、また同じメンバーで遊んだの？などと質問してくることも増えるはずです。あと遠回しに、あの子可愛いよね？とわざと言ってくることもあるかも。これはあなたの口から、うん、可愛いよね、実は好きなんだ、という言葉が出てこないことを確認するためのあえての質問なんです。もしそういう類の言葉が出てきてしまったら、女性は悲しくなりますが、できるだけ明確に確認していきたいからあえて聞くんですよ。もし、あの子は来月結婚するらしいよ、なんていう情報を聞けたら、それだけで女性は少し安心するんです。友達から恋愛感情が芽生えてしまった場合に、どうにもこうにも動けなくて、こういう質問をしてくる女性は多いはずですね。7. 弱々しいアピール、可愛いアピール。可愛いアピールや弱々しいアピールをしてくるのも、完全にあなたを恋愛対象として狙い始めた証です。例えば、小動物を見て可愛いと言ったり、子供を見て可愛いというのは、もはやそう言っている自分のことを可愛いと思ってもらいたいというアピールである可能性が高いです。あと、お化けが怖いから無理とか、一人が怖いっていうのも、男性に一緒にいてあげなきゃと思わせるためにあえて言っている可能性大。他にも、重たい荷物を運ぶのが辛そうな素振りや、頼ってくるような素振りがあるなら、
あなたに達成感を味わわせたいがための女性の作戦かもしれません。女性にありがとうと言われて、さすがだねなんて褒められたら、男性はきっと悪い気はしないでしょう。それを女性は見越しているのです。ただの友達にはあえてしないアピール、男性の本能をくすぐる弱いアピール、可愛いアピール、寂しがりやアピールに要注意です。8、急に冷たくなる。好きになったからといって急に優しくなったり急に可愛らしくなる女性ばかりではないんですよね。実際には好きになってしまったから変に意識しすぎて態度がそっけなくなったり表情が硬くなる女性だっているのです。まさかその変化が恋愛に目覚めた変化だなんて多分誰も想像しません。女性自身もそんな風に分かりづらい態度を見せたいわけではないんです。冷たくしているつもりもないんだけど対応がいつも通りじゃなくなるから結果的に男性は冷たくなったなと感じることが多いはずです。気になるなら最近どうしたの？などと聞いてみてください。そしてあなたも女性に対して好意を持っているのなら早めに脈ありであることを伝えてあげましょう。以上、女性が好きになり始めた男性についやっちゃうことについてご紹介しました。相手の性格や2人のこれまでの関係性、あとはタイミングによって好きになり始めた時の対応は変わると思います。いずれにしても好きな人に対してはあなたからも脈ありサインを出していきましょう。そうすれば女性の方もより分かりやすいサインを出してくれるはずですよ。お互いに好意に気づけないで何も起こらないまま終わる恋もたくさんあるのです。どうなんだろう、分からない、気になると戸惑って何もしないでいる時間を今後は行動する時間に変えていきましょう。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。